皆さんこんにちは、浜家の剣持です。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、人気サングラスラッチスクエアのメガネバージョン版ラッチ SS をご紹介したいと思います。このクリップ機能を搭載しているというサングラスとして非常に注目度高く人気の高いラッチスクエアをメガネバージョンにしたというアイテムになっております。このクリップ機能なんですけれども、 T シャツにこのように掛け止めできるということもありますので、どちらかというと掛けっぱなしをする人よりも掛けたり外したりする方に非常に魅力的な機構を搭載しているというアイテムです。このクリップ機能もバージョンアップしておりまして、この途中で止まるという機構が搭載されたことによって、外すときにテンプリに当たってパチンパチンって音が鳴ってしまっていたんですけれども、それがなく使えるようになったというのも少しバージョンアップされているところです。またこのノーズ構造もですね、トゥルーブリッジテクノロジーという4種類のパーツ、ノーズパーツを選んでご自身に合ったフィット感のパーツに取り替えできるというのもこのラッチ SS の特徴になっております。なかなか使い勝手のいいウェリントンに仕上がっているんですけれども、もともとのサングラスはですね、このようなデザインでそこそこサイズ大きいアイテムなんですけれども、それからするとメガネ用にちょっと小さくサイジング、サイズを整えているというのが特徴になっております。ここからここまでの距離のことをサイズで表しているんですけれども、こちらが50サイズという50ミリのアイテムです。そしてもう一回り大きい52ミリの52サイズというものも用意されております。実際に掛け比べたところもご覧いただきたいと思います。まずはこちらの方、ポリッシュドグレートータスというカラーなんですけれども、ラッチとしては光沢ありのフレーム初になります。メガネバージョンでしかないバージョンということもありますので、ちょっと注目の高いアイテムになりそうです。かけますとこのようなサイズ感のアイテムになっております。かけてみると50ミリといってもですね、バランス整ってますので、視界が狭いということはありません。かなり使い勝手のいいサイズ感になっています。またよりカジュアルテイストで使いたいなという方には、こちらの52ミリの方が少し大きくなりますので、カジュアル感が出てくるのはこちらのサイズ感かと思います。お顔の大きさやテイストに合わせて選べるというのもこのラッチ SS の特徴になるんじゃないでしょうか。こちらの方はマットブルートータスという新色になります。なかなか魅力的な個性的なカラーになっていて、こちらの方も魅力的です。そして、ラッチをですね、そのままメガネにするということももちろん可能です。ラッチ SS ですと非常にスタンダードなウェリントンのイメージなんですけれども、ラッチスクエアはブリッジの位置が高い位置に設定されていますので、かなり個性的な雰囲気が出るアイテムになっています。またこのサイズもですね、55ミリとかなり大きいサイズです。もともとサングラスでしたので、やはり伊達メガネっぽくなるなというところあるんですけれども、ちょっと個性的に楽しみたいという方はサングラスをメガネバージョンにするというのも一つ選択肢としてはありかなというふうに思います。よりメガネっぽく使いたいという方にはこちらのラッチ SS の方がメガネ風に使えますので、そこまで目立たずにさりげなく使いたいなという方にはこちらのラッチ SS の方がおすすめになっております。本日ご紹介いたしましたのは、クリップ機能を搭載している魅力的なメガネフレームラッチ SS です。ぜひ店頭でお確かめください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。